もだえたまま生き絶えたあなたを抱きしめた。悲しみより湧き立つ憎しみ、抑える力などなく、汚れのないその殺意はどこまでも純粋で、指先からすり抜けて空へ、誰にも止められない。どう遠くを越え、神さえなびかせ、奥底眠る愛が復讐を始める。その未来を相手が氷なら溶かすだけだ。フェニックス、フェニックスロー。え、なに？吹雪で私の炎をかき消した？なら、これではどうじゃ。な、切れぬじゃと？わしの老漢剣が、こやつに効かぬだと？あやつ？妖力耐性を備わったかもしれぬぞ。妖怪であるわしらでは、勝ち目がないかもしれぬ。じゃあ、どうするの？このまま戦っても、状況は変わらないし、不利であることには変わらないわ。聖人である私とモコウさんは、妖怪ではないです。ならば、モコウさんと私で、こいつを叩きます。さっき、スペルで、奴に炎をお見舞いしようとしたらかき消された。ならば、接近するしかない。妖気さんとマニゾウさんと、妖気さんとヌエさんは、私たちを援護して、力を送ってください。力が十分に溜まったら、私とモコウさんで、チャージした力を発揮して、こいつを一気に倒します。ああ、わかった。わしらはあの二人を援護するために、妖力を注ぎ込むぞ。わかった。デカブツ、お前の相手は私たちだ。来るぞ、避けろ。そ、なんて硬さだ。これじゃあまるで歯が立たない。まずい、みんな、嫌な予感がする。今すぐこいつから離れろ。あやつから凄まじいエネルギーを感じ取れるのう。ここはひとまず、あやつから離れるぞ。おそらく結界を張っても、衝撃波で打ち消されて、わしらもろとも、吹っ飛ばされてしまうだろう。ここまで離れても、衝撃波が飛んでくるとはな。どうしても避けようがないなら、かなり厄介だな。あの衝撃波を回避する方法はないのか？今の見たじゃろ？ここまで離れても飛んできても、結界を張っても割られるだけじゃ。あんな強力な衝撃波、どうやって防げるのかしら。いくら受け止めたとしても、私たちの体力がいつ持つか。また何か来ますぞ。用心してくだされ。
しや。今度は光線か。あれは当たったらやばいぞ。これでもくら。そ、は、話せ。何をするつもりだ？そ、どこまで上に行く気だ。いい加減話せ、この野郎。なんて威力の地球投げだ。死の私でも死にそうなぐらいかなり痛かった。もこう、しっかりせえ。そっちに力を送り終わったわ。今なら最大発揮できるわ。やっとチャージが終わったようだな。ああ、これで決める。今の先に侵入。は？は、は、やっと終わったか。手強い敵だった。これで先に進めるね。かなり時間を取られちゃったね。ひじりが一人で奴と戦っているはずだ。急いでひじりのところへ加勢しに行くぞ。待て、お主たち、奴はまだ死んではおらぬぞ。は？は、は、今のは、痛かった。痛かったぞー。よくも私をここまで追い詰めやがって。ただでここから生きて帰れると思うなよ。な、嘘だろ。チャージした力を食らわせて、致命傷にまで追いやったはずだ。なんてしぶといやつだ。どうしてもここを通す気はないようじゃな。もう、ヤツの息の根を止めるしかないようじゃな。さっきの攻撃の倍を返してやる。なんじゃあの巨大な波は？おわあ。なんだこの水。体が重く感じるように引き寄せられていく。この水は、重いものを下へ引っ張る力が強いの。簡単に言えば、あんたたちはマルチサイドダイブボールみたいなものよ。いくらでももがいても、絵には上がれないわ。あんたたちが溺れて死ぬのも、時間の問題よ。こんな技だったとは。究極奥義を出させまいとしようとしたことが、裏目に。ふ、はめられたか。あの究極奥義さえ見抜いていれば、こんなことには。さあ、ここで絶望を味わえ。そして溺れ死ぬがいい。